お疲れ様です。だって全然です。同時視聴見てくれましたか？今さっき終わったもんね。今さっきです。本当にお洋服かわいい。だってありがとうございます。あ、ダーリッチ？ダーリッチ。お、ゆきも一緒だ。ダブルダーリッチ。2時間同時視聴配信してたんですけど。え、2時間もやってたんですか？ね、もうコンサート丸ごと見てたからね。 MC 込みで。あ、マサさん、クマありがとうございます。え、私今グラタンを温めてるので、ね、もしかしたらちょっとグラタン本当に、あ、ごめんなさい、いただきます。いただきます。じゃあ平田さんお願いします。どっちも。あ、たけさん、クマありがとうございます。ゆめみんと今日は急遽ゆめみんと配信することになりました。珍しい組み合わせでしょ。でもね、意外と珍しくはないんですよ。交互に。すいません。そう、意外とね。暑い暑い。温めすぎた？正常。そう、ゆめみんとはこの前さ、2人で買い物したもんね。そうなんですよ、実は。え、買い物、それこそ大阪のどこでしたっけ？そう、どっかのツアーの前に時間があって、ね、行ったし、さ、結構話しそうなのですよ。しかもね、来月の頭マカオ行きます。あるんですけど、それも一緒だし、みんな仲良しみ。どう？海外は行ったことある？一回しか行ったことなくて、あんまり旅行とかあんまり行かないタイプなんですけど。え、そうだよね。ゆきもあんまり旅行行かないんだけど、海外は2回目です。ちょっとマカオに詳しい方とかいたら。マカオさ、あんまさ、あ、ごめん、多分さ、自由時間は多少ありそうだけどさ、ノープランだよね。何するか全然知らない。なんか本当にマカオの知識がなさすぎて、何かしたいけど。 DJ ありがとうございます。めちゃグラタンの匂いする。何グラタン？え、明太餅チーズグラタン、美味しそう。あ、高山さん、ありがとうございます。ご飯だね、ちょうど。え、平田さん、どっちが好きですか？え、どっちも好き。え、どっちも好き。よかった。どっちがいいですか？え、くれるの？はい。こっちかな。え、いいの？嬉しい、もらった。やったー、ありがとう。すごい、ありがとう。全然です。めっちゃ好きが通ってから。いや、私もめっちゃ好きです。これ、え、いいの？こっちで。え、どっちでも、どっちも好きなんですよ、私も。やったー、嬉しい。できる後輩だって、ありがとう。こっちもできる後輩だった。ありがとう、嬉しい。え、それ私もすごい好きで、チーズケーキも好きです。あ、あるよね、セブンの。はい、コンビニスイーツすごい。だから平田さんの好きな食べ物とか、うん、あんまり分かんない。正直あんまり知らないの。申し訳ないんですけど、ね、教えてほしいです、何が好きか。なんだ、お菓子とかこういうスイーツ系めっちゃ好き。確かにグミを食べてる姿。そう、グミもよくさっきも食べてる。いや、私平田さんに、うん、ゆきさんって呼んでんですよ、うん、呼んでよって言ってくださった。結構前じゃないそれ。無理でした、ちょっと。え、呼んでほしい。あんまりいないんだよね。ナートさん、ありがとうございます。で、ゆきさんにします。今から、本当にお願い、ね、今からゆきさんで行きます。じゃ、みんなちょっと平田さんって呼んでたら注意と言い直してあげてね。ありがとうございます。あ、マサさん、クマありがとうございます。お疲れ。ありがとうございます。全然ね、いないよね。ちょっとね、あの、なんかやっぱり下のお名前で呼ぶのが、うん、確かに最初はね、ゆきが、確かにゆきも先輩あんまり呼べないかも。すごい、ちょっとなんかごめんなさい、食事しながらでもいいですか？夜ご飯の時間だからね。皆様食べながら、だからこのマカオを機にもっと仲良くなれたらいいなって思ってます。しかも3人だからね、多分結構さ、同じ行動する時間、一緒に行動する時間結構ありそうだから。確かに2日間マカオイベント、そう、さっきのあの仙台のツアー、宮城公園でも、の、そうなんですけど、ユニット多いですよね。そう、多いんだよね。わかります。多いんですよ。
なんかキスキャンペーンよかった。なんか何でしたっけ、アゲハチョウとか。あ、確かに。あとキスキャンペーンと、あとバラの儀式。あ、そうだね、うん、やってた。バラの儀式と、あと何でしたっけ、意外にいつも多いですよね、うん、だから嬉しいです。いつもテンション上がりながらやってます。ね、嬉しい。一緒なの。なんかショールームでなんか先輩とコラボしてみたかったんですよ、がっつり。え、嬉しい。初なので初だって。駅も初めてかも。イイダブルね、登場。なんか明るくない？駅めっちゃ暗い。え、でもめっちゃ髪明るくしてます、今。確かに美人枠でした。ですって。え、嬉しい。美人枠やった。やった。美人枠嬉しい。マカは何やるんですか？なんか何やるんだろう。なんか本当にさ、何もわからないよね。行って、多分わーってなりますよね。そう。え、どんなの？あのステージが外なのかも室内なのかもそれわかんないし、何人くらい見に来るのかとか全然わかんないね。ね、マカオだから。マカオ行くって決まった時にすごい TikTok とかで。マカオについていっぱい調べてた。そうなんですね。そうなんだけど、ちょっと、ね、でも私普通に画像検索ぐらいしかしてないです、うん、本当に。なんかマカオなんかエッグタルトが有名らしい、美味しいのか。食べたい。エッグタルト食べたいよね。マカオは中国？中国です、ね、ちょっと全然事前情報なしなんで。そうだよね、めっちゃ調べてるんだけど、なんだろう、あと他に有名な食べ物とかなんかあるのかな。もう食べ物しか頭にないでも世界遺産が多いらしい、マカオ。そうなんですか。からなんか景色がさ、自然の景色がいいところとかさ見たいよね、うん、海外みたいな街並みを。でも英語わかんない。でもマカオは英語喋れなくてもいけるのかな。英語喋りたい。お腹すいた。やった。いただきます。え、本当はもうちょっと、うん、あの美味しい、もちろん美味しいですけど、あのもうちょっと、うん、なんかすごい美味しいケーキ屋さんのところとかで買ってみたかったんですけど、そんな、うん、嬉しい。全然コンビニの大好き。おおおさん、ありがとうございます。クマお姉様って感じだって。ゆきたち、本当ですか？お姉さん、お姉様じゃないですわよ。でも三子さんだよね。三子さん、今年に19。今年19ね。じゃあ三子さんだ。早生まれなんで19の代の18です。開けるのむずおにぎりみたいな角が削れちゃう。悔しい。お、いけた。熱い。二人でいいですよ、こちらに。え、優しい。ちょっとカスはありがとう。え、なんかちょっと仲良くなりたいので、うん、ね、本当に仲良くなりたい。お互い質問し合って、質問のコメント書いていただいたのを読みながら配信したいなと。質問、うん、質問、質問、あ、大野さん、ありがとうございます。ありがとうございます。第一印象はなんか、うん、なんか初めて会ったのが、うん、音大お話し会の時になんか、ね、18期のみんなで挨拶しに来ての時に、うん、懐かしい。初めて見てめっちゃ可愛いでしょ。めっちゃ綺麗って思いました。本当に本当可愛いって思いました。ゆきはなんかすごい顔小さいし、あ、なんか前髪ない子いるって。18期は前髪ない子いるって思って、水島さんでした。そう、なんかそういう雰囲気なのかなって思った。みゆもう前髪なかったから、確かにみゆ系かなって思った。すごい綺麗。ありがとうございます。埼玉って聞いたから同じです。同じだって思ったんだけど、なんか全然埼玉っぽくないね。どこがですか？埼玉全然。平田さんの方がめ、あ、平田さんって、ゆきさんの方が、埼玉っぽくない。めっちゃ埼玉なんだよね。本当ですか？いただきます。
全然埼玉じゃないんですよ。そう、うん、ダブル埼玉ね。うん、共通点がダブル埼玉ね。同時視聴配信からの同時視聴配信、うん、同時配信珍しい。え、埼玉っぽいだって。え、誰がどっちも埼玉っぽいよ。同じく埼玉、イエーイ。埼玉って AKB メンバーの先輩も多いしね。こじはるさんとかさ、パルルさんとか埼玉ですよね、皆様。市川みよりさんとかもね、すごいなんか可愛いメンバーが。もうみおんさんとか、ん、何県が多いんだろう、歴代埼玉、歴代メンバーで。え、でも埼玉県多いですよね。ね、多いよね。うん、まゆゆさんもだ。そうだ、十万石まんじゅう、うん、DJ タイムがあるんですよ、このミラーボールに来たら。 DJ してます、いつも。すごい、ミラーボール、ありがとうございます。カラオケしたら来る。なんかいつも来てくださいやつもやってます。 DJ なんだ。DJ やってます。ミラーボール埼玉ね。こ、あ、こじはるさんとね、埼玉でなんかやりたいね。なんか本当に埼玉で市長公演もそうだし、埼玉でなんかお仕事あるの嬉しい。いなかったよね。いなかったです。埼玉なのにね。埼玉ですよ、私。平田さんに DJ させるって書いてた。DJ、 DJ やりたい。楽しそう、難しそうだけど。確かに DJ かっこよくない？当たります、すごく。平田さんの好きなもの教えてほしいです。時は、うん、もうなんだろう、まあ、ディズニーは好き。ディズニーわかります。食べるのがめっちゃ好き。お菓子、お菓子、主食お菓子、主食お菓子、かわいい。主食お菓子なんですね。これ本当にちょうどあの控えようってところです。やっぱりグミ系が一番ですか？いや、チョコとか。あ、そうだから、ね、ショコラめっちゃ好き。私絶対、うん、あのレストランとかにガトーショコラだったら必ず食べます。ガトーショコラ、え、それから私も好き。ご飯食べに行ったら絶対デザート食べる、うん、ご飯の後は。わかります。おいしい。珍しい並びって確かにそうです。でも意外とさ、レッスン中とか話すよね。はい、なんか表にあまり出してなかったんで、うん、え、そう、本当に皆さんは知らなかったと思うんですけど。そんなに大食い、大食い、どうなんだろう、大食いではないかも。楽しい。ゆめみんはサンリオだよね。はい、すごいサンリオのイメージがめっちゃある。一番これを。あとは何が好きなの？最近シルバニアにめっちゃハマってて。そうだよね。でも家にね、シルバニアいっぱいある。本当ですか？私最近は本当に本格的に集めたの全然ないんですけど、なんかいつも言います。え、羽ついてるんだけど。そうなんですよ、かわいい。羽がついてるんですよ、初めて見た。なんかおお結構昔のサンリオなら家にあるシルバニア。え、かわいい。よくかわいいですよ。かわいい、シルバニアファミリー、ね、なんか花が取れてる。え、なんかお花ついてるんですけど。お花ついてるんですけど、シルバニア。え、かわいいのが好きなんだね。かわいいのがすごい好きで、あとやっぱお洋服好きなんですよね。うん、わかる。平田さんもいつもおしゃれだなと見ております。うん、なんか服の好きなお店とか一緒だよね。一緒だったり、今日とか好きな系統が似てたり嬉しいです。ターバーも好き？好きです。かわいい、これ買ったの。かわいい、スマホ入れ、めっちゃ反射発光してる。スマホ入れるやつ。平田さんって言った、ごめんなさい。確かにずっと言ってなかった。これハートのポーチみたいなのもついてた。
ね、佐古さんが好きなブランドはなんだろう。うさぎオンライン系が好きですね。最近うさぎオンラインでよく買う。でもうさぎオンライン限定だった。限定とかよくあるの。わかります。これも本当に可愛かったです。本当に昨日その見ていいなと。これ黒もあるらしいんだけど、あった？黒、黒見たことない。白しか見たことないです、ね、白にした。そう、さっきオンラインっていう、なんて言えばいいんでしょうね、なんかいろんなブランドがスナイデルとかそっち系のいっぱいお洋服の総合の名前みたいな、うん、アディダスとかもある。いろいろあるんで見つめは難しいんですけど。あ、そう、ジェラピケとかもあったね。あ、そうです、そうです、そうです。スナイデル系、あ、平田さんの写真会行こうか迷ってる。迷ったら来てください。迷ったらね、迷わず行動、すぐ行動だ。初めてなので。確かに写真会君たちもどんな感じなのかわからないので、ちょっとまだ待ってます。 FR2、 FR2 とか着る？あんま着ないよね。あんまり。 FR2 梅、梅わかる？ピンクのさ、原宿にあるやつ。 FR2 梅っていうなんかめっちゃ真っピンクのがあるんだけど、うん、それがめっちゃ好き。でも私全然詳しくないんで、まだお勉強中です。平田、ね、さん本当におしゃれ。平田、さんって言ってた。みきさんって本当おしゃれ。嬉しい。ゆめみん服めっちゃ好き。嬉しいです。でもやっぱなんかね、インスタとかいつもおしゃれで見てて、うん、普通にカニオマイク普通に見てて、え、嘘、嬉しい。で、金髪の、金髪の時はあれだよね、ちょうどあれ入ってギリギリ、ギリ見てないか見てないか、見てるか見てないかが、そうだね、ちょうどそのくらいか。でもそうだよ、2月くらいだったから、はい、マジで金髪可愛かったよ。そう、金髪の時もあったね。またいつか。ゆめみは染めるの？どうなんだろう。染めたことはない？一回もないんです。似合いそう。なんか茶色とかじゃなくて金髪、そっち系ですか？絶対似合う。でもね、怖いんですよ、似合わなそうで。いや、絶対似合うと思う。もう痛むからね、ブリーチしたら。うん、でも飲み物はあります。すごい、ずっと、ずっと食べちゃう。美味しい、このもち明太子。それさ、ひゆかさんも食べててさ、美味しそうって思ってた。え、めっちゃ美味しいですよ、これ結構。今度買おう。ハマってます、ずっと。コンビニはセブン派？セブン派です。そうだよね、セブン、セブンめっちゃ行きます。確かにセブンが一番行くかも。美味しい。やっぱずっと食べちゃう。コーラは飲まないです。いつか握手会でお揃いにしてほしい。だって、え、やりたい、やりたいね。なんかこの前話してたよね。いつもあの、うん、話し、あ、言おうと思ったタイミングで、うんうん、終わってた、終わってたり、握手会気づいたらね。そう、気づいたらいろいろ終わって。写真会だから、また握手会の時やろ。ぜひお願いします。すごい、ついにおしゃれ番長コラボ。やった、やった、嬉しい。ゆめみんってめっちゃ派手なネイルしそう。え、でもネイルとかめんどくさくなっちゃいそう。いや、それはそう、本当にさ、買いに行くのちょっとめんどくさいけどさ、可愛いんだよね、ネイル。可愛いんです。え、純奈美さんいつも爪可愛くて、いつも可愛いって、ね、結構みんなやってるよね。話しかけちゃいます。ネイル買いに行かなきゃいけない。自分ではさすがにできないな。確
かに難しそう。二人でユニットやるなら何だって。二人って難しいね。何は。でも過去普通にツアー以外でもめっちゃ同じでしたよね。なんかコンサートとか。コンサートとか。あれだよね。なんだっけ。シュガーナイト。あ、シュガーナイト。ね、やっぱイメージが同じなのかな。一緒なんかの嬉しい大人っぽい系です。なんだろう、でもそれ以外にもあったんですよ。うん、なんだろう。あれはロマンスケンジとか言った。ああ言いました。言いました。めっちゃ一緒だ。スカイラも一緒ですよね。違うスカイラ。あ、それはあれか。スカイラなんかあった。あれだよね。アズとか。あ、そっちも。あとなんか一緒だった？シュガーナイトとあれロマンスケンジュ、あとなんかフライングゲットとか一緒に、フライゲフライゲって全員じゃなかったっけ、ね、全員じゃないか、フライゲいつかのフライゲ、うん、ゆきはゆめみんとこう記憶にあるのがチャイラブチャイムはラブソングで歌いが一緒なんですよ。いつもっていうか2回しかやったことないんですけど、ね、そうあれが好き。1回目のフェスはファンクミュージックフェスでしたっけね、その時やったんですよ。 そういつも使ってる、ね、ノミネートのやつだよ。あれはノミネートは確かにあの劇場の何だっけ服のやつでね、周年の語彙力なさすぎ、どうしよう。あれだよね、服のベストドレッサー賞だ。あ、そうですね。意外にね、ね一緒なんですよ皆さん。そう。またゆきさんいるってなってますもん、いつも。ユニット？はい。ね本当に結構多い。ベストドレッサー賞。今年もあるかな。でも今年はさ12月ちょうど19周年の時はあれなのかな、19周年の時に新公演なのかな。でもそんな感じだって、できるのかな。だったらさ周年公演ないのかな。やったらでき選ばれたい。あのノミネートのやつね好きだったんだけど、選ばれたら嬉しいですよね。今日リップ濃いめ。そういや、そんなこともないと思う。先輩してるゆきちゃん、いいね。もう先輩してることなかなかないかね。あの18期19期といても全然先輩って感じじゃないので。でもあの一緒にご飯行った時とか、うん、ツアーの時に、うん、面白いなって思って。面白い？はい、一番本当に仲良ツアーでみんな仲良くなったから。確かに本当に素手で。面白いのね、うん、可愛いからすごく好きなんですよ。うん、本当に面白いってね。またツアー行きたいですよ本当に。もちろんみんなでご飯行きたいし、二人でご飯行くのはどこだって。何が好き？ご飯意外に何でも食べれますよ。ご飯何食べてるんだろういつも。ね、ご飯さ聞かれたら難しいよね。難しい。焼肉あんまり行かない。行かない。焼き鳥とかは？焼き鳥は。何食べてんの？お寿司とか？何にも食べてない。何だろう。何食べてんだろう。昨日の晩ご飯は思い出せないから。うん、親のご飯。あ、牛タン食べてます。牛タン牛タンそのしょっちゅう牛タンめっちゃ行ってます。食べる牛タン、はい、そうだね。もんじゅうとか食べない？もんじゅう食べました。食べるこの前よかった。もんじゅうめっちゃ好き。なんかハマっちゃって、うん、もんじゅう美味しいよね。美味しかったね、うん。アフタヌーンって行ってほしい。だって行きたい。でも行ったことない。本当ですか？私もあんま1回2回しか行ったことないんですけど、うん、いいよね。1回は行ってみたいと思う。あ、確かにご飯じゃなくてカフェとか、あそっちの方が行きたい。いい場所ありそう。
でもサンリオピューラランドに一緒に行ってほしいって。え、行きたい。それ案内してほしい。詳しい。いいですか。めっちゃ詳しいですよ。年パス持ってます。やばいね。めっちゃ詳しそう。うん。ピューラランドはこの結構もう本当に3歳くらいまでよく行ってたんだけど、あんまり記憶がないんだよね。写真めっちゃ撮れますよ、平田さんのこと。え、ちょっとゆきの推しはね、キキララとキティちゃんとマイメロ。キティちゃんですよね。サンリオピューロランド全然今の記憶が、はい、え、結構変わってるのかな。ちょっと変わってるかもしれないけど、あんまりアトラクションあんま変化なしかもしれない、うん、そっか、アトラクションもあるのか、ピューロランド。楽しい？なんか平和な感じだよね。平和、めっちゃ平和。一回も落ちないので。じゃあもう絶叫、キャラクターに合うみたいな。そうなんですよ。あとショーを見るが一番かもしれないです。ショーもう毎日やってる。うん、そうか。ショーもゆきも結構ショーは好きだな。案内してほしい。ちょっとぜひやらせてください。ピューロランドね、全然大人になってから一回も行ってないから。ずっと行きたいって思ってるんだけど。いや、私この前パレードで泣きそうになりましたもん、うん、サリオの、はい、何回も置いてんのにめっちゃ好きじゃん。サンリオコンサート、あ、そうだね、やってましたよね。そう、やってたの。でも本当にキティちゃんとタキシードサム、そうだから走れペンギンをやったんだよね。いいなってずっと見てました、本当にね。あれ楽しかった。もう一回やりたい。最高ですね。ピューロランド行きたくなってきた。なんかご飯も可愛いよね。うん、サンリオって泣けるんだ。だってえ感動するんだよ。一緒に私パレード歌いながら泣きそうになってましたよ、うん、ちょっとその光景見たいんだけどでもなんか感動するんですよ、なんかダンサーさんとも結構みんなキャラクターも感情入りまくりで私も感情入っちゃって。そう、ディズニーも結構ショーとかパレードとか感動するから。それと一緒だよね。そう、本当に全く一緒ですよ皆様ユーロランドのショーは見てみたいな。気になる。めっちゃいいですね。やっぱ好きなものってね、感情が入りやすい。すごい感動。ディズニーもすごい感動する。でもビリーブとかいいですよね。ビリーブね、大好き。サンリオってなんか音楽あるの？ね、音楽あります。あのサブスクに。あ、そうなんだ。普通にそれ聞いて、ハロウィンってやっぱり、ね、そのディズニーもなんですけど、うん、限定のショーあるんで。うん、あ、そうなんだ。サンリオとハロウィンは。あまり見たことないな。でもあれ、ディズニーも泣けますよね、うん、ね。私すぐ感情入っちゃうんですよ映画とか。え、なんか映画なん全体的に、うん、感情入っちゃって、感情が感動してます。でも大人になってきたらね、思うよね。大人になって分かってきた。そうなんです。それがありました。サンリオガチャガチャ。サンリオはグッズが多いやん。でもディズニーもそうか。やっと食べ終わる。お、お刺身。私完食。何渡したか忘れちゃった。サンリオは映画はある。なんかアニメみたいなのあるよね。アニメあったよく見てた。シナモンの映画とかありました、うん、そうなの。なんだっけ、あのシュガーバニーとかよく見てた。あー、わかるわかる。シュガーバニーめっちゃ好きだった。ジュエルペットとか。ジュエルペットめっちゃ世代です。ね、めっちゃ見てた。学校の給食のなんかセットがサンリオなことが多かった。チャーミーキティとか。かわいい。使ってるのかわいい。うさはなとかもあった。ハローキティ店あるね。行きたい。ハローキティ。やっとやっと本領発揮。本領発揮。食べ終わりました。食べ終わったからね、ちゃんと。マーベル。
皆さんすみません、お待たせしました、食べ終わりました。今あの配信して 何分経ったんでしょうか。ねね、どっちもさ横にしてるからさ一回縦にして、あ12分だって、40分から始めたから20分ぐらいやっても30分、まあ、全然私計算で計算できないんですよ。え、意外と30分やってたんだ。やってるの。あ、31分、すごい。何時までするか決めてなかったね。何時までしよう。30分ぐらいまでとか言ったけど全然まだあ あと10分ぐらいまだ喋れますよ、余裕で。30分どこどこ時にあっという間ね。じゃあ20分くらい話しちゃいましょう。でも私平田さんと仲良く、うん、あ、間違えた、ゆきさんと仲良くなりたいので、あとショールームしながらだとさ、こっちもさコメント読んでさ話してだとさ、テクニカル、何がまた体感5分だった私も、ね、めっちゃ早かった。30分くらい、30分もたくさんかけて食べてたんだ。てない、確かに。え、マコーまであとどれくらいある？2週間くらい、もうないくらい。あと思った埼玉トークしましょう。埼玉トーク、埼玉トーク、埼玉トーク、なんか埼玉公園でなんかバタボク、あ、え、出てた。ど世代ですよ。あ、世代、世代なんだそれ。地方であれ世代だったんだ。世代じゃないけど、でもドンピシャ、ドンピシャなんだよね。え、たまにこう19年持ってるのも定番です、うん、本当に。コバトン、あ、もうコバトン全世代。コバトン、コバトン愛着持ってる。コバトンで生きてました ね。紫の鳥かわいい。紫の あ、鳥だよね。鳥です。コバトンなんとか白コバトンみたいな感じだったよね。え、ずっともうずっとまた僕で急に飲んで頑張って開いて出すみたいな。え、なんかまた分解させて剥がしてたよね。あれ？やってない？分解して全部ですか？そう。あ、全部そう。開いて中のビニールみたいなの剥がしてた。え、嘘。あれ剥がしてた。いつもあれやんなきゃいけなかったんだよね。あ、そうなんですか。うん、でも私ただ分解して、うん、なんかケースに入れて、うん、ジャブジャブ洗わなきゃいけない感じ。え、すごっ。じゃあその洗う代わりに。こっち剥がしてたんだ。あ、そういうことか。え、そうなんだ、面白。なかなか剥がれなくて大変だったんだよね。そう、楽しい。埼玉別に何だろう、でも住んでるとこ違かったらね、あんまなんか確かに共通点。うーん、埼玉は埼玉スーパーアリーナとかよく行ったな。よくは行かないか。なんかイベントとかでよく、確かにたまにライブとか一回しか行ったことない。え、そう。結構行くかも。結構行く。うん、いいですね。え、普通に聞きたいんですけど、うん、平田さんって普通に何してるんですか、休みの日とか。え、普段？はい。なんだろう。最近は映画見てる、家で。何の映画ですか？え、今まではディズニー映画ばっかりだったんだけど、最近は最近見た映画でめっちゃ面白かったのがキングダム。ちょっと待って、ここ待って、本当にわかる。キングダム、キングわかりますよ。キングダム、え、そう、ゆきも最初はえキングダムって思ったの。なんか 見に行くときに、最初は別にこれが見たいって思ってなくって、はい、なかったんだけど、あ、平田さんとしか言ってない。あ、本当、ごめんなさい、ゆきさん。そう、キングダム、え、キングダムって思ったの。正直あんまり見たいって思ってなかったし、なんかちょうどいい、その映画見ようってなった時間でちょうどよかったのがキングダムだったから、まあ見てみよっかってなって見たんだけど、めっちゃ面白くて、今やってるんだけど、うん、今やってるのが多分4なのね。4だからもう面白くて 1,2,3 を今見よっかなってところ。でも私も ちょろっとしか見たことないんで、あんまりわかんないんですけど、なんかめっちゃ戦うやつ、あ、戦う、三国志みたいな、そっち系あんまりかじったことないですね。え、そう、でもいいけど、その界隈あんま見ないんだけど今までは、はい、普段は。でも面白かった。4から見てストーリー分からなくなるんですか？ちょっと難しかった、やっぱ歴史系なのかな。だからでも普段は洋画が好き。洋画映画見たり一人で買い物行ったりする。素敵。そう、エミは何してる？あんま出かけない？もうなんだ、家にいることが正義だと思って、生きてても家にいます。
でも最近は平成の土平成、土平成っていうのかなのドラマをすごい見るのハマってて、えめっちゃいいよね、平成のドラマ大好き、面白かったね平成の。そうなんだ、じゃあインドア、インドア系なんだ、ね、インドアです、めっちゃ大好き。平成最近のはもう見ないもんね、逆になんかあんま見なくなってしまって、確かに昔の見返すの好き、ゆきも平成。じゃあお出かけはあんまり行かないんだ、買い物も通販とか。えでもなんかでどっかに出かけたついでに行くみたいな、なんか用事があったそのついでに行くしかあんまり、でもゆきもあの休みの日に買い物するだけに出かけ、一人で出かけるのはちょっとめんどくさいなって思っちゃう。で逆に映画あんまり見ないんですよね。うそ、最近はもう暇さえあれば映画見てる。いいです、いいです。そいつ出さないと。でもそうだね、丸一日休みあったら丸一日寝ちゃうかも。そういう日も多いかもしれない。そういう日大事ですよ本当に、休憩は大事ね。そこにいても無駄にした感が夜になって訪れますよね。ね、メミは同期と誰が仲いいの。だって工藤かすみちゃんかな。えそうだよね、さっきもねよくさっきも今日話してたんですけど、ね、大好きな組み合わせの2人で嬉しい、嬉しい、大好き大好き、私も大好きです。なんだろう、でもえどうやったら仲良くなれますか、うん、平田さんと、あゆきさんと。えでもめっちゃ思ったのが、なんかあんまり18期とか19期で全然なんか誘ってきてくれる人がいないんだけど、ゆめみんはこうやって配信一緒にしましょうって言ってくれたり、この前もこの前2人で出かけたのもさ誘ってくれたじゃん、うん、だからそうしてくれると結構よし嬉しい、いっぱい、なんか誘われて嫌だなとか思わないし、めっちゃ嬉しいから。本当ですか。そうもうどんどん誘ってほしい、ゆきも誘い、え誘いたい、あの配信 しませんかって連絡させていただいた時、うん、めっちゃ緊張しましたもん。え嬉しいって思って、そうめっちゃ嬉しかった、ありがとうございます。そう連絡してくれていっぱい誘ってほしい、任せてください。いっぱい、そうなんか多分そういう多分ね、いっぱい一緒に過ごしてたら自然と仲良くなれるかなって、嬉しくてピッ泣いちゃう。そうめっちゃ嬉しかった、嬉しい。じゃあ今度映画見に行きましょう、うん、なんか行こう、映画、映画館最近行けてないので、じゃあおすすめを教えてくださいね。やった、はい、皆さんのおかげで決まりました、やったー、嬉しい。映画とかも最近全然行ってないですね本当に。ゆき映画館で見る映画好きなんだよね。わかります。そう、ね、ポップコーンめっちゃ食べるけど、私ポップコーンと、うん、あのジュースがめっちゃ好きなのがあって、うん、なんかスプライトの中にマスカットのジェルみたいな、うん、そんなのあんの。マジで美味しいです。美味しそう、それそのために映画館行ったことあるぐらい美味しいです。駅もポップコーンのために映画館行くもんな、美味しい。今日は一緒にお出かけするのと握手会でお揃いすることが決まりました。やった嬉しい、やった。駅も嬉しすぎる。なんか駅から全然はあんまり人に話しかけられないから、来てくれたら嬉しい。本当ですか。私もそっち側の人間なんですよ。そうぽいのに誘ってくれるから嬉しい。好きだからですよ本当に。嬉しい、本当に。お揃いしたらゆみの握手会も来たい。そんなこと言わずに来てくれてもいいんだぜ。楽しみでしょ。いや本当にあのいい機会ね。あんまり話しかけ、なんか普段だったら全然話しかけれないですし、うん、嘘、人に人になんか例えばなんか初めての学校とか、うん、話してくれないと思う人です。そうだよね、今日もそのタイプ、マジで人見知りだし、本当に分かりまくります。人見知り同士だよね。人見知り同士、本当に人見知り。でもなんかなんかでも喋ってたら私もどんどんなんか、そうだよね、タイプなんで仲良くなったら
同じタイプですかね、実は。同じかもしれない。同じかもしれない。ゆめみイメージと違ったって、どんなイメージだったんだろう。どんなイメージだったんだろう。ゆめみはあのなんかショールームでも言ってるんですけど、うん、200色いるから毎日違うよって言ってます。あ、ゆめみんが200色いるんだ。あ、そうなんだ。ゆきも5人くらいいるかもしれないちょっと少なかった。200すごい。確かに毎日違う。5人っていっぱいですけど5人。そう、ゆめ日替わりとかなんか毎日違うから、うん、毎日楽しい。いいね。じゃあ2日間くらい同じ日があるんだね。わかんないんですけど。あ、200分の1知れたって。じゃあもう他の199も知ってみてください。2人ともふわふわしてる。確かになんかメルヘンの世界みたいかな。あの雲がふわふわ浮かんでますかね。わゆめみはマジでふわふわしてる。そんな感じです。じゃあ今日はすごいいろいろ決まったので、これから楽しみに。ちょっと第2回はまたしたいね。パーティーします。パーティーちゃんとなんかいろいろ準備して。パーティーします。じゃあもう時間かな。お、過ぎてた。じゃあ最後にランキング読もう。それはまた後で考えます。ユーミンおすすめ選べます。映画に行くときはおすすめの映画また面白いの出たら。さっき一緒に写真撮ったもんね。撮りました。後で載せます。ありがとうございます。ランキング読みます。ランキング私も読みます。皆さんたくさんありがとうございます。いつもありがとうございます。13位はやりんごさん、ありがとう。12位マイコルさん、ありがとう。13位からいきます。アッキーさん、ありがとう。13位10位タッキーさん、ありがとうございます。トニーさん、ありがとう。いつもありがとう。マリンタートルさん、お疲れ様でした。8位イサオさん、ありがとう。そして7位12位ドラガンさん、高文さん、ありがとうございます。6位みゆみちゃん、ありがとう。 SNS ありがとうございます。たけさん、ありがとう。11位4位みさちゃん、ロングリックさん、ありがとうございます。3位トシさん、いつも面白く本当に。2位マサさん、ありがとうございます。1位おおさん、いつもありがとう。神押しさん、なに神押しさんって劇場のスクショタイム忘れてた。 MC 今日は良かったですよね。ありがとうございます。そして9位メタボスさん、ありがとうございます。この前のツアーも来てくださいありがとうございます。10日あと10日ですね。そして8位達也くんさん、ありがとうございます。この前ねもう20日お話できて嬉しかった。早くまたお話しましょう。ありがとうございます。そして7位直友さん、ありがとうございます。終わったらします。直友さん、山形ですね。次あの配信もコメントたくさんありがとうございます。ちゃんと見えてました、ありがとうございます。あさってか山形。そして6位大輔さん、ありがとうございます。大輔さんいつもありがとうございます。でごめんなさい、たくさん話してえいいよ全然、ね、たくさん話してました。優しい、いっぱい読んでくれて、いつもありがとうございます。山形行った方がいいですかね、ぜひ。そして5位ともひささん、ありがとうございます。いつも ね、今日さめっちゃ寒かった。ありがとうございます。暑かったから昨日と同じ、ありがとうございます。あの昨日と同じ感覚でやってきたんですよ。そしたら激寒って出てるね。昨日が暑かったから、それありがとうございます。もっと仲良くなりましょう、ありがとうございます。イメージしてたな。3位、寒すぎてびっくり、変わっちゃった終わっちゃったけど読みます。欲しい時期ですね。3位ジロリンさん、ありがとうございます。嬉しい、風邪ひかないように。すごい生写真撮影の時にすごい R1 たくさん飲んでるんで大丈夫です。早く見せたいなって思いました。もうめちゃくちゃ R1 飲んでるので本当に R1 飲んだら体調崩さないらしい。2位マーユさん、ありがとうございます。そのくらいなのかな、強いのたくさん。嬉しい、今日も R1 買って帰ります。ありがとうございます。みんなも R1 飲んで読まれてないよって方、風邪ひかないように気をつけてください。読まれてないよって方いませんかね。そう、もう毛布かぶって。1位
ともひささんありがとう。そう、免疫大事。ともひささんありがとうございます。 R1 でR1 なんか言うねんって。そう、 R1 を本当にありがとうございます。ともひささんありがとうございます。低糖低カロリーみたいなやつを飲んでます。やっぱ18キロな。 R1 が気になっちゃいましたって。 R1 そうね、スクショタイム2や0をやってほしい。20何の20、アロアの20、え違う、20日目。毎日配信お疲れ様です。ね、やった。今日は初コラボです。ありがとう。あ、ハート、うん、またやります。ゆめみんとやった。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。皆さん、さようなら。また明日。ありがとうございました。やっぱ R1 やな。やっぱ皆さんありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ、またこちらにもお邪魔してありがとうございました。ありがとう、ありがとう、ありがとう。ダブル同時視聴配信ありがとうございます。楽しかった。イエイ。こっちもスクショタイムいいんですか。ちょっとスクショット。なんか価格さ、すごくない。あ、ほんとだ。今度最高っす。めっちゃいい、いい感じ、両方ありがとう、ね、ありがとう。じゃあまた、皆さんありがとうございました。お邪魔しました。ありがとうございました。おやすみなさ